インターナショナルチャンピオンズカップ2015は2015年7月11日から8月5日まで行われたプレシーズン大会。2013年に第1回大会が行われて以来第3回目の大会である。今大会はオーストラリア、中国、北米の3地域に分かれて行われる。最終更新は2015年7月24日の 試合終了時出展。オーストレイリア順位の決定基準。1、勝ち点2、特殊点差3、得点数。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2最終更新は2015年7月30日の試合終了時出展。チャイナ順位の決定基準。1、勝ち点2、特殊点差3、得点数。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、 チーム 1V、チーム 2MLS に所属するクラブの成績には、当該クラブ間で行われた MLS の成績も、加える。最終更新は2015年8月5日の試合終了時出展、N アメリカ順位の決定基準、1、勝ち点2、得失点差3、得点数、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、

チーム2、チーム1 v チーム2公式サイト、ありがとうございます。